おいしそこんにちはめです。今回はキュウリじゃなくてキョウリ使っていきましょう。悪魔キラー武器のキャラです。水の5個を L 字消してダメージを半減は消えちゃった。攻撃力3倍ドロップ6個以上つなげてキスト攻撃力が、6倍で固定5万ダメージ。追加攻撃不要ですね。一応サブはこんな感じ。とりあえず異形の存在悪魔タイプ多いんで、まあ裏はね行けっていう声があるかもしれないですけど、ちょっとね許して本当に。裏異形はまだねそういう簡単に攻略できるようなダンジョンじゃないんで許してください。まあでもこういうのがあったら今後ねいろんなダンジョンが楽になりそう。固定ダメージとかあったら。ああもう待って、もう6個消しなってないよ。誰だよ外したのよ。6個消し外れてたよ今。こういうことがあるからね、こういうミスがあかんですわ。はい、動色6個でもいいので、水6個からね L 字でも全然大丈夫で、倍率もかなり出るし、悪魔タイプに対してはもう本当にこいつらめちゃくちゃな火力出すんで、ここは光吸収がちょっと怖いんでコンボ数は少なめでいきます。でスキルは毎回打っていこうね。ちょっとこれはこの辺で、はい。あーもうおーいい、なんでそうなるかな。せっかく人が避けたんでしょ光をさ。ちょっともうほんと最低限でいくよ。はい、これでいくよ。これで、はい。危ない危ない、もうめっちゃ打ってくるやん。水が2個欠損なので、そういう時は流動打って水吸収。裏の倍率いけないかな。無理かな。裏、後ろの倍、後ろの火力で。悪魔タイプとかだったらいいのにこいつ。神か。いやでもフェンリルビズがいけるだろう。よし、水の目覚め打ってねえわ。これきつくない？これ普通にきつくね。やば。あでも固定ダメージだ。やべ、死ぬかと思ったけど、これもしかして固定ダメージで倒せるんじゃね。こいつ固定で倒せるでしょ。おい生きてる。これはほんとリーダースキルのおかげ。これ闇を6個で多分大丈夫と思います。コンボ吸収もそんなに。あー待って、もうよ、持つ色がクソ。まあ大丈夫だと思うけど。オッケーオッケーオッケー。悪魔タイプでしょこいつ。はいオッケー。回復ドロップかな次は。回復ドロップ6個でアグニで。あースクルドはねリーダースキルめちゃくちゃ似てるんで大丈夫。スクルドになったのは本当にありがたい。まあちょっとね属性がなんか火である必要があるみたいな感じのあれはありますけど、まあでも大丈夫。はいオッケー。あいつ裏だったら 100% 割合なんでしょう。うわコンボ吸収が多いなこれ。落ち込んだのみ、落ち込んだのみ、落ち込ん、頼む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 。いやー一個も降ってこない。あはいはい、もうあと一個なんだ。頼む頼む、いい加減頼む、もう一個。オッケーオッケー、倒した。もう本当に下ったからあいつのせいで。フロムチムニー。いやー真面目にめちゃくちゃ下ったよ。オッケーオッケーオッケー、いいよ落ち込んは落ち着いて。スキルドがちょっと溜まりそうか。あーこれ溜まっちゃったな、これ打っとかないと。あーこいつありがとう、こいつはめっちゃ相性いい。ただでもどうせ L 字しちゃうんで消しちゃうんですよね。この目覚め別にずっとあっていいんですけどね。はい OK でしょう。一応最後確認する、一瞬ちゃんと6個消ししたか。
オッケー。コンボ吸収か、雲か、大丈夫。もうロックの目覚めもちょっと嬉しいんだけど、その色はとっても属性的相性も良くて、ちょっと残念ながら今回は消させていただきやす。オッケーでしょう。オッケーオッケーオッケー。さっき来てほしかったな、そのオチコン。欠損したから、これ仮面ライダーのアシストしてる悪魔キラー武器、これ使っていこう。うわ、ビッグフットか。これはちょっとガチでやんなきゃダメだ。ちょっとつらいな。もう一個、これでどうかな。いける。オッケー、よかったよかったわ。ドゥルガ、ドゥルガはとりあえずさ、殺しちゃうぞ。下で組もうかな。はい、まあこんなもんで一緒。ちょっと向こう、あれ目覚め打つの忘れてますけどね。はい、欠損。 OK、 目覚め打たないと、毎回打たないといけないの。あー、もう結局無理じゃん。まあこれね、ルティナがバインドされるとちょっとやから、フェンリルウィズとかにしてほしいな。フェンリルウィズとかにしてほしい、バインドするんだったら。ありがとう。あとは L 字を頑張って踏みながら半減で耐えていく。いやー、足らないな。いらなかったかな、マフラー巻くの。マフラー巻くのはいらなかったかもしんない。いけないかな、ちょっとワンパンは厳いかも、これじゃ。7コンボ乗ったけど、どうかな、いけるかな。いいよー、無理。硬い、とっても硬い。よし、もう1コンボ欲しいかも。うわー、これどうかな、いける、いける。オッケー。ヘラニクスとかどうしようか問題がすごいんだよな今。はい、これで固定ダメージ倒します。16回がハマるか。これヌンじゃなかった、ヌン来てたら死んでたんじゃね。まあいいや、吸収は多分大丈夫なんで。まあ降ってくるんですよ、知ってた。副属性頑張れよ。無理、危ねえ。 OK、 とりあえずヘラニクスが来ても大丈夫だし、ヘラニクスに関しては無効貫通する必要があるのかどうか怪しいんだけどね。キドロップがあるし、1234567891、これいけるんじゃない、いけそうな気がする。はい、これでいけるんじゃないかな。これ多分いけると思うんだけど、どんなですか。はい、強いはい、強い強いなぁ。18、この辺も軽々ワンパンでしょ。仮面ライダーが溜まっちゃってるのがあれですけど、とりあえずこれでどう。まあ、悪魔タイプでしょ、だってそんなん死ぬに決まってるくない。さよなら。ヨグだったら普通に殴ります。クトゥガーだったらまあ無効貫通頑張ります。うわー、属性がねちょっとね相性的にあまりよろしくはない、あまり相性がよろしくはないんでね、ちょっと難しいとこなんだけど、とりあえずスクルドを打ってで無効貫通頑張ってみるか。キー9個あってね。はい、2A を組んで
数で組んだら色が足りませんでした。とりあえずこれで、いやいけるかな、 RX1 人の火力で。あ、全然いけたわ、見くびってたわ。はい、ということでかなり簡単に異形がクリアできちゃう。悪魔キラーがマジで強いんですよねこれ。はい、このキャラもとても使えますし、今後のねランキングダンジョンとかでもね使われてくる武器だとは思うので、まあでも無理に追う必要はないかな。まああったらいいなぐらいに思っとってください。リーダーとしてもかなり面白い性能で、今後使われてくるこのねリーダー固定5万ダメージいっぱいついてくるんじゃないかと思います。はい、ということでご視聴ありがとうございました。バイバイ。